コンピュータにおいて移植とはあるプラットフォームで動作するソフトウェアを改変してハードウェアやオペレーティングシステムライブラリーなどの環境が異なる別のプラットフォームでも動作するように作り変えることを指す様々な設計思想に基づいたコンピュータが様々なメーカーから発売されておりまたそれらのコンピュータ上で動作するプログラムを記述するためのプログラミング言語も多岐にわたっている 移植性は OS 自体の違いというよりもシステムコールやコマンドなどの違い CPU および命令セットの違い拡張命令ビット帳ネットワークアダプターやストレージグラフィックスカードやサウンドカードといった周辺機器のデバイスドライバーサポート状況そして利用できるライブラリーの違いに左右される例えば同じパズイックスの GNU Linux フリーブスド、MacOS 間の移植性は比較的高い。また、Win32 API を備えるマイクロソフト、Windows シリーズ間の移植性も比較的高い。互換性のあるコンピュータ上では、OS に用意された API や、その API 経由で利用されているデバイスドライバーの働きによって、ハードウェアのベンダーや機種の違いが隠蔽され、 ハードウェア仕様の際やデバイス構成の違いなどは気にせずとも同じアプリケーションソフトウェアの実行ファイルが利用できる。アプリケーションソフトウェアは OS が提供する標準化、抽象化された環境上で動作する。しかし、Windows と Macintosh シリーズなどのように互換性のないコンピュータ上では一部のソフトウェアを除き同じ実行バイナリは動作しない。 これらは OS 側で提供している環境が異なるためである。また、OS によってサポートされる第一級のプログラミング言語が異なることもあり、特に、ウィジェットツールキットを利用する GUI アプリケーションの移植に際して、それぞれの言語を使用してソフトウェアの一部、または全てを書き直さなければならないこともある。例えば Mac、iOS では Objective, C, Swift が アンドロイドでは Java、コトリーンが Windows では C、C、VB、Net が主要な第一級言語としてサポートされ、公式のウィジェットツールキットはそれぞれの第一級言語から利用することを想定されている。プラットフォームごとにソフトウェアを記述するのではなく、クロスプラットフォームのアプリケーションフレームワークを利用して移植性やメンテナンス性を高める手法が取られることも多い。 また、移植性を高めるために、プラットフォームやプロセッサ命令セットを抽象化した仮想マシンや中間表現が利用されることもある。オラクルの Java は、プラットフォームに依存しない仮想的な実行環境を定義し、その仮想環境上で動作する仮想マシンと、クロスプラットフォームなクラスライブラリを用意することで、JRE をサポートする環境であれば一度書いた。 アプリケーションプログラムを変更することなくそのまま実行できるエコシステムを構築し一定の成功を収めている。オパングルやオパンクルなどのように標準化された API のオープン規格も存在する。これらの API をサポートするプラットフォーム間ではソフトウェアの移植がしやすくなるが実際の API の実装であるデバイスドライバーの品質や規格への準拠レベルは 個々のベンダーによってまちまちである。旧来、特に動作環境が異なるコンピュータの多くでは、同じ動作、作業をさせるために、全く別々に、プログラムを作成しなければならない場合もあり、ハードウェア構成の差異を吸収してくれる OS や、デバイスドライバーがなかった時代には、たとえ同一メーカーのコンピュータであっても、機種が異なる場合は、プログラムの大半を作り直す作業が必要とされる、 ことがあった。このため、特に PC が普及し始めていた1980年代においては、各ソフトウェアメーカーとも、採算性の上で、シェアが狭い機種など、売り上げが見込めない機種には、ソフトウェアの移植を行わないケースも見られた。その一方で、採算さえ取れそうなら、非常に性能の低い PC 向けにでさえ、ソフトウェアメーカーは多大なプログラミングテクニックと、 試行錯誤という労力を費やしてでも移植ソフトウェアを作り続けた。その結果、日本の PC 市場は1980年代末には8ビット誤参加と呼ばれる産強と様々なメーカーからの互換性のある MSX シリーズによる可選化傾向が定着していた。一方情報工学分野でも様々なコンピュータメーカーから多種多様な大型、 小型を問わず1970年代以降、様々なコンピュータが発売、供給されたが、プラットフォームごとに操作方法が大きく違うことに、閉駅する利用者も多かった。そのような中、マルチユーザーマルチタスクの思想から生まれたユニックスは、広く三観学分野に受け入れられ、様々なコンピュータ上で動作するユニックスの流れを組む OS が移植された。また、家庭にある、 PC 上でも同じ OS を使いたいというユーザーも現れ、Linux や FreeBoost 等の PC、a t 互換器上で動作するものも開発されてきた。特に Linux に関しては、家庭用ゲーム機や携帯機器あるいは過去のコンピュータハードウェア等で動作させることが一部のマニア間で腕試しに競われた結果、Xbox や PlayStation 上でも動作する環境が開発されている。 開発環境が大きく異なるにもかかわらず、日本国内及び世界的にもシェアの大きい iPhone、iPad 及び Android に関しては、双方のプラットフォームに対して同時に、同質のアプリケーションを展開することは一般的になっている。なお PC 向けのアプリケーションをスマートフォンやタブレットデバイス向けにそのまま移植することは、解像度や 操作体系などの違いから困難あるいは不可能だが PC およびタブレットなどの異なるデバイス間で Windows アプリケーションを移植しやすくする開発実行環境として Microsoft Windows 8以降には Windows Runtime と呼ばれる API が搭載されており Microsoft Windows 8.1及び Microsoft Windows 10では移植性に関する改善も続けられているかつて コンピュータゲームのゲームソフトは通常1種類のゲーム機にのみ独占的に対応して開発・販売されることが多く移植といえば主にアーケード機から家庭用ゲーム機への移植を指すことがほとんどだった。しかし Xbox 360、PlayStation 3、Wii といった高性能なコンソールが出現する頃には最初から複数のプラットフォームで 製品販売を展開することを視野に入れて開発されることも多くなっている。多機種に同一内容のゲームソフトを提供するためにはソフトウェア開発メーカー、または外注内しライセンス提供を受けた別のソフトウェア開発企業による移植作業が必要である。移植のパターンは大きく分けて以下の4通り存在する。過去のゲームソフトを現行機種向けに移植する。 場合比較的最近のソフトをより普及している、現行機へと移植するバーンアーケードゲームハードから、家庭用ゲーム機へと移植する場合同時期に普及する、複数の家庭用ゲーム機へ移植することを、はじめから前提として作られる場合複数機種への移植は、マルチプラットフォーム対応とも呼ばれ、場合によっては、同時期に発売するために並行して、移植作業が行われるケースもある。 かつて8ビットも3夜のように主要なプラットフォームが並行進化の形で複数存在し市場を争っていた時代にはメーカーの開発陣に余力のある場合に例えばダイバのように新製品のソフトウェアを複数機種向きに並行して開発してほぼ同時発売することもしばしば行われたまたあまり規模が大きくない企業でもレリクスのように 一機種向けに先行販売して、なだれ式に次機種向けに移植作業を続行、次々に多機種展開するメーカーも見られた。またテグザーなどのように、外注やライセンス提供で結果的に多機種展開したケースも見られる。ゲームの移植で独特の問題となるのは操作デバイスである。コントローラのボタン数やその配置、 アナログ的入力の有無などは機種ごとに異なるので違和感のない操作を再現するために移植先に合わせたアレンジや調整が必要となる場合がある。各機種間のフレームレート、画面解像度の違いも大きな問題となり得る。このような移植対象のゲーム機の性能や使用上の違いによるゲーム内容の変更といったこともかつては頻繁に行われていた。 例えば、8ビットパソコンの時代には、アーケード版、ゼビウスの一色作品、タイニーゼビウスのように、ゲームルールは変更せずに、ゲームの映像面を大幅に省略したり、あるいはファミリーコンピュータ用、グラディウスのように、操作機器の違いにより一つのボタンに、複数の機能を割り当てる、要使用紙を変更されたり、といったケースが挙げられる。こういった、ダウングレード的改変は PC 及び、 コンシューマーゲーム機の機能がアーケードゲーム機に及ばない時代にはしばしば見られた。2000年代頃からは1980から1990年代の古いゲームを最新機種に移植する場合、逆に映像や音楽のアップグレードを図る場合もある。また移植に際してバグの修正やゲームバランスの調整、要素の追加などが行われる場合も多い。例えば、 アトミックロボキットでは、アーケードゲーム版が、敵弾やボスとの接触が、即、ミス、残機がなくなれば、ゲームオーバーだったものが、PC エンジンへのアレンジ移植版、アトミックロボキットスペシャルはライフ性に変更、敵弾やボスとの接触で、ライフ減少、ライフ切れで、ゲームオーバーになった。このようなケースでは、ゲームルールの改変などもあって、検索をもとに、 別の内容の作品を作り上げるリメイクとの区別が曖昧である。この他発売当時はあまり問題視されていなかった表現が後年になって何らかの問題があると判断された場合、移植の際に問題の表現を修正することがある。プレイステーションなどの世代からハードウェアの性能の向上に伴って各メーカーは多機種からの完全移植を目指そうとしているがメーカーによって 移植度はまちまちであり、中には致命的なバグを含んだ移植ソフトや、あるいは実質リメイクであるものも存在する。またロムカセットや CD ロムなど、記録媒体の情報量増加に伴い、主となるソフトウェアは、リメイクものではあるが、オリジナルモードと称して、原作の忠実な移植版を含んでいるソフトウェアも、まま向けられ、スペースインベーダーやパックマンなど、往年の有名ゲームでは、 複数モードを持つソフトウェアも見られる。厳密な意味での移植に関しては、特にアーケードゲームの移植を待ち望んでいるユーザーらは、この移植度に厳しい傾向も見られる。例えば、アーケードゲームでやり込みプレイに興じたプレイヤーにとっては入力機器の操作感の違いもあるが、アーケードゲームで鍛えたテクニックが使えないと不評を漏らしたり、アーケード版で バグ内視設定ミスなどの形で存在していた要素が移植に際して修正されていたりするとその再現性の違いに不評を述べたりするようなケースである。こういった傾向はゲーマーの中でもコアゲーマーに見られる要素である。一方でバグの多いゲームの移植や操作性の大きく異なるハードウェアに向けての移植のように何らかの改善が期待される状況で何らの改善も 行われていないものについて、ベタ移植と下げ済まれるケースもあり、難しい。ただ、コンピュータゲームプログラムの開発が次第に大規模になっていく過程で、異なるプラットフォームで同じように動作する環境をあらかじめ構築し、その上でゲームを動作させようという動きもある。ゲームエンジンと呼ばれる共通プログラムは、ゲームソフト開発の手間を軽減するために利用されているが、 その一方でよく利用されるゲームエンジンが様々なプラットフォーム向けに移植されることでそのゲームエンジンを利用するゲームソフトの移植に必要な労力やコストの低減にも役立てられている。PlayStation 4や Xbox One では X86 ベースの AMD APU が採用されたことから PC ゲームの相互移植がしやすくなっている。ありがとうございます。